はい、こんにちは、まめと申します。白線マッカ実況プレイ続きからやっていきたいと思います。ということで、そうですね、前回ね、愛ちゃんという新しいキャラが出てきてね、昔のことをね、マッカくんがいろいろ思い出して創生をしてしまったんで、待て、ちょっと待って。ということでね、橋を作る、あいつを捕まえるために橋を作りたいんですが、多分これの順番に置いていけってことですね。で、これが多分この何も書いてないこれじゃないかと思うんですよね。ということで、ちょっと待って、ちょっと触れただけでね、あれしちゃうので、引っ張ってこれを押しますと、もう一丁押してこれでいいんじゃないか。 OK。 そして次は青赤ですね、この子ですね。じゃあ押して、ここら辺はじゃあ倍速ぐらいでお送りしようかな。いや、このままでもいけそうだな、すぐできそうですね。そして次は、紫黄色なので、これか、押す、おっとっとっと、押すということでいいんじゃないか。前回のね看板がね、私思いのほか覚えられなくて結構かかったんですよね。赤緑と、これですね。よーし、来たんじゃないか。でもこれはね、そんな覚えなくていいので、ありがたい、ありがたい、ありがたや。私の記憶力は3秒なのでねよし、これで終わりじゃないか。あ、でもさ、1個足りなくない？そのくらいジャンプできるのかな。はい、あー、少し届きませんね。見通しが甘かった。大丈夫よ、マッカ君。風船の役目も果たしつつ、私たちが向こうに渡れる方法があるわ。まさか、何？ええ。風船を割ってきます。ま、とりあえず、これで飛べるの？はい。風船の役目は多分、飛ぶことだから。風船を束ねて飛ぶのよ。このくらいの距離ならなんとかいけるはずよ。そうですね、白線はちっちゃいし、俺は軽いんで、まあいけそうですね。だからちっちゃい。でも風船はくくりつけられていて、手ではどうしようもないですよ。そこで、マッカ君の出番よ。ハサミの特徴を持った生物を創生すればいいのよ。まあ確かに橋とか船は無理ですけど、ハサミぐらいならなんとか。でしょ？そうと決まれば、いざ材料の調達よ。材料の調達、ハサミ、鉄だよね。これ？じゃないか。これ使えそうですね、マジで。そうね。じゃあ早速お願い。わかりました。絶対にくすぐったりしないでくださいね。素材は鉄柵、そこへハサミの創造。どんなのができてる気持ち悪い。うん、ハサミね。そうですよ、どっからどう見てもハサミです。じゃあ目ハサミさん、そのままだまんまですね。いいですけど、でも風船の紐を切りに行きましょう。はーい、ちょっとセーブしよっかな。よいしょ。よーし。じゃあ、間違えた。ハサミさんで。じゃあ、ハサミさん、出番よ。気持ち悪い。キモい。ね、胸筋のところにまた顔があるのが。ありがとう、ハサミさん。それじゃあ、行きますよ。よし。よし、捕まえた。よし、捕まえた。風船だから、そうね。めいめい、ぷかぷか。あなたたちの役目はしっかり完了したわ。気持ち悪くて。怖い。ホラーですね。ごめんよ、ぷかぷか。それじゃあ、進もう。はーい。一方、愛ちゃんか？あ、違った、店長じゃん。オーケーオーケー、少し休憩。
で、あ、そうだよ、あの看板娘たちがいなくなっていろいろなくなってるぜよ初日なのにね、ごめんね、本当店長。なんか気持ち悪いの咲いてて。あれは花とサボテンですかね。そうね、お店の周りに生えていたのを覚えてるわ。とりあえず近づいて確認してみましょう。はい。やっぱり花ですね。うん、お花ね。見られて嬉しそうにしていますよ。それが役目かもしれませんね。どちらかというと、ものすごく見られてる気がするのは私だけかしら。こっちも気持ち悪くてやっぱりサボテンですね。うん、サボテンよね。近づくと危ないですね。針が刺さりそうですよ。じゃあサボテンは一旦避けて、お花の役目を果たすことを優先するわよ。お花の役目か。ん？マッカ君、ここはどうやって進めばいいかもうわかるよね。え？わからない。え？わからないにしてみよう。わかりません。なら教えてあげるわ。サボテンを避けつつお花を発見するのよ。多分これでいいはず。なるほど。じゃあ解放も分かったことだから、はい、進みますか。とりあえずまあ開けていけばいいんだよね、一つずつ。ほい。あ、お花ー。サボテン、痛い痛い痛い。まあじゃあどれだろう。まあこれは運でしたね。よし、正解です。向こうにもお花がいるわ。行ってみましょう。なるほど。いっぱいやりすぎて。うわ、これはまた多いですね。まあでもマッカ君なら楽勝ね。え？え？マジっすか？マジっすか？私記憶力すごいよ。3秒で忘れちゃうよ。じゃあまっすぐ。あ、サボヒ。はじめからサボテンを引き当てちゃう。それじゃあこっちしか行けませんよね。こっち行けた。どうしよう。こっちかな。あ、これメモっていかないとさ、忘れそうだよね。じゃあこっち。あ、運が悪すぎて。じゃあこっちしか行けませんね。どっちだろう。2分の1。じゃあこっち。あ、この列は全部花なのかな。はい。どういうこと？こっち？でも、あ、いけた。どこだろう。あ、いけたいけた。うわー、こっちか。いけた。まだあるまだあるんだけどよし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 、どうしようかな。いざよね、正面から行かしてくれるはずないよね。うん、悪すぎて。じゃあこっちの端っこ。オッケー。うわー、じゃあこれ。はい、ということで、もう何回目かわかりません、自分でもどれだっけ？これだっけ？いけたー！オッケー、よし、正解です。向こうにもまだお花が、まだいるんですか？なるほど。お？なんであんなにうねうねと踊っているんでしょうか？さあ、マカ君も踊ってみればわかるんじゃない？はい？嫌ですけど。え？でもこれ、よいしょ。もうすぐ目の前にサボテンがいるんだけど。マッカ君、前見てる？そのまま進んでもサボテンに囲まれてどうしようもないわよ。ああ、本当ですね。どうやって行けばいいんですかね。なんかある。ポットがある。あら、これは？ん？チョロよ、マッカ君やったわね。え、何がですか？
鈍いわね。サボテンはきっと水を蓄えるのが役目よ。言われてみればそんな気もしますね。だから、このジョウロを使って水をかけてあげれば、なんとかならないかなーって。ああ、根拠はないですけどね。まあやってみますか。ほい。花になった!サボテンが花になりましたよ。どういうことなんですかね。細かいことを今更気にしてどうするのよ。マッカ君の体質の方が謎だし、それに厳密にはサボテンじゃなく、そういう生物だって、だけなんだから。わかってますけど。でも、これなら問題なく進めそうね。サボテンを花に変えれば安全だもの。あー、でもこのジョウロ、頑張っても5回分くらいしか、水、貯水できません。なんとかその回数でやりくりしないとダメそうです。なるほど。じゃあ任せたわよ、マッカ君。なんですと?頭、カッチンコッチンの私に、できますかいな。5回分でしょ?1、2、あ、いけるいける。ま、違う、ここ。1、はい。で、2、はい。あんな開いてた!ちょっと、無駄なやつ使っちゃった。ちょっと待って。ちょっともう一回やり直しますね。よーし、やってきました。まず、ここでしょ?そいで、ここ。はい。そいで、どこだっけ?ここ!そいで、ぐるーっと回ってよかったんだっけ?ダメだよね。よかったっけ?いいんだっけ?ここ?オッケー!来た!はい!よし!正解です!さすがにもういませんよね。そうみたいね。ようやくこれで。切る?お花とサボテンだから、めいめい、お花っちょ、針山みどり、あなたたちの役目は完了したわ。ごめんよ、お花っちょ、針山みどり。それじゃあ進もうか。はーい。ん?火?ちょっと待ってくださいね、花が。失礼しました。鼻炎が猛威を振るって。いましたよ。熱っ。そりゃ見るからに炎だもの。近づきすぎよ。ですよね。まあでも、炎なら役目の推測は簡単ね。何かを燃やせばいいはずよ。はい、俺にもわかりました。でも何を燃やせばいいんですかね。ここあんまり燃やせそうなものはないですよ。まっかく、俺ですか?いやいやいや、違うわよ。名前を呼んだのよ。マッカ君、周りを見てごらんなさい、って。ああ、よかった。そうでしたか。ある意味天然かしら。お?ああ、なるほど。何が見える?水。名前がわからないやつ。店長主張してきてる。名前がわからないやつでいいのかな?食材のことかな。まあ、なんか、名前のわからない台みたいなやつ。かがり、違った。かがりって呼ぶのよ。ああ、かがり火とかって言いますもんね。あれがそうだったんだ。そうね。だから、あのかがりに火をつければいいのよ。この子、命名、燃えサカリーナの炎を使ってね。わかりました。やってみましょう。気が早いわよ。マッカ君、どうやって火をつけるつもりなの?燃え盛りなのは素手です、触れられないわよ。あ。大丈夫。心配しないで。確か、カバンに。あったあった!いい、流木?面白い形だから拾っといたの。流木?なぜそんなものだよね。いつもの商人に渡して人形を作ってもらおうと思ったのよ。悪い?
アクセン、人形遊びするんですか？違うわよ、工芸品、民芸品が好きなの。結構いい木だったんだけど、背に腹は変えられないわね。これに火を移して、松明にしましょう。はい。完了です。何のためらいもなかったわね。いいけどさ。ではでは、火を灯しに行きましょう。なんか可愛いよね。ちょっと。え！なるほど！滑るんですね。はい。こういうのは結構好きなんだよね。こう置いて、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 こう置いて。はい！一個灯った！次！おぉ！こう置いて、こう置いて、こう置いて、こい！え！ついでに鍵も見つけた。鍵ですね。一旦お借りしておきましょうか。はい。はい。あれ？あれ？待って。これはどうやったらいい？こういここで止まるにはどうしたらいいんだろう。頭を悩ませておる。そうなんです。そうなんです。そうなんです。あのね、どうやって戻ろう？どうやって戻ったらいいの？ちょっと待って。どうやって戻ればいい？どうやって戻ればいい？どうやって戻ればいい？遭難したんだ！あれ？もしかしてこれ。出られない気がするわね。やっぱり？作業員よりお知らせ、録音放送。引っかかったな、いたずら小僧ども。それは罠だ、どうだい、帰れないだろう。どうしますか、アクセン。いたずら小僧を懲らしめる罠に、タイミング悪く引っかかったようね。どうしましょう。チューン。チューン。なんだ？助けてくれるの？どうしたんだ、シュリー。チューン。ん？あ、どかしてくれるの？もしかして。あ、君が、まさか俺たちが帰れるように、床の滑りを止めてくれるのか？うん、ありがとう、シリ。待ってるよ、今すぐ戻るからな。よし、これで。ありがとう、シリ。ふぅ、戻ってこれた。お前のおかげだぞ、シリ。ありがとう、いい子ね、シュリー。そうそう、ご褒美のほうれん草よ。もぐもぐタイム。もぐ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 、癒されてください。もぐ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 。あー、かわいいな、シュリー。さて、それじゃあ、燃え盛りーな、あなたの役目は完了よ。ごめんよ、燃え盛りーな。それじゃあ進もうか。はい。ということで、じゃあ今回はここで終わっときますか。はい。ということで、ご視聴ありがとうございました。では次回もまたよろしくお願いいたします。はい、レミア、ありがとうございます。バイチー。